お前の役目は終わった。我が偽りの子らを始末し、大いなる金魂を目覚めさせる。どうぞ、ことなら何も心配もなく、私が真の幸福を与えてやるから。だからお前は安心して死ぬ。永遠に。お前だけは許さない。さあ、行くぞ。やめろ、剥がいて、子を愛する。気持ちはお前にも分かる。私とて同じこと。どうしてわからないんだ。ソーズはお前の娘なんかじゃない。俺の子だ。愚かなまでもここまで。私の邪魔をするな。時間の切れだ。さあ死ね。胸を貫かれ生きられる人間なんて。貧困のせいで行かれたんだ。もうよいだろ。あとはすべて私に託すという。さあ、ゆっくり眠れ。そうはいくか。私は我が娘を必ずや取り戻す。死ね、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 死ね。お前の気持ちはわかるぞ。嘘だよ。だがお前はここで終わりだ。貧困とローズが真に一つになると、我が愛する娘は再び蘇る。私は100年待ちわった。100年だ。今日この日のために。すぐに楽にしてやる。ローズを手に入れてどうなるというのだ。ローズは俺の娘だ。ふざけるな。しぶといものだ、吐き気が。ローズは誰にも悪くなるのか。私の娘は渡さぬ。これはどうだ。
死ね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 。ついにどうか私のものになるんだ。